カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手26が30日日本時間31日、左脇腹を痛め、遠征先のフィラデルフィアで MRI 検査を受ける見込みだと、ベルビルニューズ紙のジェフ・ジョーンズ記者が XQ ツイッターで伝えた。ヌートバーは29日同30日の敵地でのレッズ戦で7回の打席中に左脇腹を抑える仕草をし、その後交代した。マーモル監督は試合後、脇腹に違和感があったと説明していた。ヌートバーはキャンプ中に肋骨を骨折し、今季開幕から負傷者リスト入りして約2週間欠場。今月26日には太もも裏の張りのため試合を欠場するなど、怪我に悩まされている。打率は低いけれど、出場試合数を考えると打点やホームランも悪くないので、なんとか怪我のない体を作って、シーズン通して活躍できる選手になってほしい。センスも気持ちもあるのに、怪我は本当に残念。おそらくここ1、2年がメジャーで一流選手になれるかどうかの分かれ道だと思う。体を万全にしてファイトあふれるプレーを見せてほしい。ヌートバーまた負傷疑惑か。日本人枠みんな負傷しまくりで思うように見れなくてもどかしい。あと彼にヤクルトの潮見が重なるよ。プレイスタイルもだし、いなくなると明らかに戦力ダウンするところも。ヌートバーそろそろ一回お払い行った方がいいんじゃないかな。ヌートバー、大丈夫かな。年齢からも今年くらいに本格化するとメジャーでもなかなかの位置に収まったんだが、残念だ。ヌーは早く良くなりカージナルスを引っ張ってほしい。まだ若いから早く治ると思う。一塁ベース駆け込みで足をぐきっとしたんだろうか。守備でも打撃、走塁でも必死で取り組んで、まるで高校球児かのようなダイビングプレーが多いが、怪我のリスクは考えた方が良いな。ヌートバーも大谷を除く日本人野手と同じ立場で、不動のレギュラーというわけではないからな。だから持てる出力を常に 120% くらいに上げて戦わざるを得んのや。だから故障しやすくなる。吉田や鈴木もしかりや。